はい、こんにちは、タックでございます。さて、今回の動画なんですけどもね、皆さん iPhone に入ってる音楽ファイル、これをねパソコンに取り込むとか、逆にですねパソコンに入ってる音楽ファイルを iPhone に入れる場合どうやってますでしょうか。おそらくね iTunes を使って入れてるのではないかと思いますけども、面倒というか分かりにくいと感じる人も多くいると思います。僕もねその一人でね、前は使ってたんですけども、いつの日からか使わなくなって、今となってはですね iTunes 自体僕のね MacBook Pro に入っておりません。じゃあどうやってやるかっていうとですね、前にもこのチャンネルでもね紹介しました、テノールシェアさん、このねテノールシェアさんから出してますソフト、アイケアフォンというねソフトを使って今回ねやってみたいと思います。はい、まずねこのアイケアフォンっていうソフト、これね有料ソフトなんですけども、まずねお値段からちょっとねお話ししたいと思います。これねちょっと面白い設定なんですけども、月々更新するプランが3278円、これ月々です。なんかね高く感じるでしょ。でその横年契約の場合は1年間で3938円、なのでね絶対年間更新ライセンスの方がはるかにお得なんですけども、それよりお得なものが一番右の永久ライセンス、これね4378円、これを払えば永遠に使えます。さらにね今ならクーポンもありまして、そのクーポンを適用すると3828円と年間契約よりも安くなると。なので絶対永久ライセンスが一番お得に、ね、なっております。まあこちらのソフトはね、パソコンのデータを iPhone に入れるとか、逆に iPhone のデータをパソコンにバックアップするとか、双方のねデータのやり取りに便利なアプリです。それではね早速やってみます。はい、それではね早速使っていきたいと思います。こちらアイケアフォンの画面です。でまずですねパソコンと iPhone をつなぎます。はい、つなぎましたね。このようにタック iPhone、認識されました。で、まず右のねこのクイックスタートというものなんですけども、こちらですねまあワンクリックで、転送できるという機能です。iPhone からですねパソコンのこれはね音楽 Apple TV にねメディアを転送で、2番目、こちらはですねまあ、Mac に入っている音楽をポッドキャストとビデオをデバイスに転送、ね、iPhone に転送する場合です。で最後写真をワンクリックで、パソコンに転送と、いうのがあります。まあ、今回ねこちらはまあ使えませんけども、必要に応じてですね、ワンクリックで、まあ、このようにね転送できるという機能でございます。では早速ですねこちら iPhone に入っている音楽をパソコンに取り入れたいと思います。上のねこのファイル管理をピッと選びまして、はい、で次がこちらのオーディオをクリック、そうしましたねこちら iPhone に入っているオーディオのリストが出てきました。じゃあそれではねどうしようかな、このスティングのシスターム、これにチェック入れます。でこれをパソコンの方にね、保存したいと思います。でチェック入れましたらこちらのエクスポート、これをタップで、どこに保存するか、今はディスクトップに保存したいと思いますので、そのままセーブを押します。はい、これだけ早いでしょう。そうしますとこちらにねシスタームーンの音楽ファイルが出てきました、ね、これだけでございます。じゃあ逆にですねこの iPhone に音楽を入れたいと思います。今度はねこの追加というところ、これをタップします。で、ファイルで、これでね僕の作った、まあ、仮タイトルなんですけどもね、ビートカフェという曲をこの iPhone に入れます。ほい、はい、追加になりました。はい、それではね iPhone のミュージックを選択して曲、はい、この上にねビートコピー入っております。ピッ、
はい、こんな感じでですね、 iPhone からパソコンに、そしてパソコンからね iPhone に、双方ですね簡単に音楽ファイルのバックアップ、そしてね写真データのバックアップ、ビデオデータもそうなんですけどもね、まあこういうものが簡単に、できるというソフトでございます。じゃあちょっと写真の方も行ってみようかな。はい、で写真を入れるときにはですね、追加、はい、写真入れるときにはこのねデバイスに iPhone ケアアプリをインストールする必要があります。じゃあちょっとやってみようかな。はい、今 QR コードを読み込みまして入手、はい、インストール済みになりましたので、こちらのボタンをクリック、 iCareFone のアプリを起動して、はい、写真を選択、はい、そうするとちゃんとね写真が転送されました。じゃあ最後にですね、ビデオデータ、動画データをパソコンから iPhone の方にね移したいと思います。で、まあ、エアドロップでもできるんですけども、エアドロップでやっちゃうとね、写真アプリの中に入っちゃうんですよ。そうじゃなくてね、Apple TV のホームビデオに入れたいときには、こちらのアプリとてもね、便利です。じゃあ早速やっていきます。まずビデオをタップ。で、ホームビデオ。そうすると今入っているね、ホームビデオのデータがね、ここに出てきますけども、じゃあ追加をします。ファイル。デスクトップの、はい、これね、家族で来ました定山渓温泉、これをタップして開く。はい、そうしますね、今ね 10.83GB、 結構重いデータですけどもね、このようにね、iPhone の方に転送されていきます。あとはですね、こちらバックアップ&復元とあります。こちらですね、このようにバックアップしたい項目を選択して、指定のフォルダ、指定の保存先にバックアップできるという機能です。今こちらね、すべて選択になっておりますけども、例えば連絡先、写真、音楽、ビデオ、こんな感じかな。で、これを選択してバックアップを押すと、ね、まあ、例えば、デスクトップの新規フォルダー、iPhone バックアップ。まあこういうフォルダーを作成して、ここにですね今選択したものをバックアップできるという機能でございます。はい、いかがでしたでしょうか。操作も簡単でね、転送速度も速いんでかなり便利だと思います。 UI の方もねとても分かりやすいんで、迷う方はね少ないんではないでしょうか。はい、ということでね、今回は iPhone とねパソコン間のデータをやり取り、そしてiPhone のデータをバックアップできるソフト、テノルシアさんから出しております iCareFone を紹介しました。もしこの動画がですね参考になったら、ぜひともねグッドボタン、そしてチャンネル登録、あとはねコメントの方いただければ嬉しいです。ということで、また。